はい。え、すげえなこれ。松下うどん、熊本と、ここにも豆腐があるじゃん。そうだね、いろいろ。ラーメン、美味しいとこあるのかな。そんなあるの。具入れるか。なんかキムチの匂いする。うん。ちょっとなんかあの韓国っぽいな。うん、あれあそこ、鶴橋みたいな感じ。ああ、鶴橋みたい。で、若干なんか岡山中央卸市場なの。変わるな。うん。もうなんかね、この飲食店とかの。そして雑貨じゃないけど。通ったことある？昔通ったことある、夜の街で。夜も開いとって、真夜中にね。真夜中開いとんの？うん。いや、どこも閉まっとるけど、やっぱ鮮魚店があるから。すごいな。刺身とか。これ何やってるの？これさっきのうどん。そうやな。あ、休憩、あ、休憩所みたいな。さっきの休憩所ってな。うん。あ、化粧品店。うん。インド料理、インド家庭料理。優しそうな。オカビルのお食事場所を紹介します。ちょっと食べるところ、あ、これパンニャって有名やね。そうな。あ、美味しそう。見たパンって美味しそうじゃん。めっちゃ有名。そうな、うん。つけてね。つけとったよ、さっき。あれ、ラッキョじゃない。ね、ラッキョの味つけとるとか初めて見たわ。カードゲーム屋さんが。カードゲーム屋さん、やってない、やってないね。ここやってないんですか？どっち開いてると思うんですよ。あ、そういう感じ。そういう感じ。開いてません。あ、本当だ、開いてる。ありがとうございます。
バトルするんだよね。入る？カードゲーム。カードゲームってここでバトルするんですか？まあそんな感じです。何カード？有料カードみたいな？うちのマジックザ。ああ。マジックギャザリングっていう大人の。すごい高かった。いやでもここに書いてあるがん。本当だ。知らないやそれ。ラブライブがあるよ。あるじゃんこういうのが。昭和26年よりってめっちゃ前じゃない？すごい。オカビルマップ。じゃん。あやっぱそういう観光的な感じでピックアップしてんだね。そうなん？やっぱこうやってね、いろいろと。でもあんまりそんななんか観光地みたいな感じではないよな。でも観光地にしてもいいんじゃねっていうぐらいなんか、うん、結構いろいろあるよ、うん、美味しそうだね。コーヒー豆さっきのところ、カードゲームのところあったよちゃんと載ってあるんだな。野菜カレー美味しそう。ちょっと持って帰ろうこれ、うん、ちょっと、はい、ゆっくり、はい、見たい、はい。喫茶店みたいな感じなんですか？へぇ、コーヒー美味しそう。開いてないよ、2時まで。そう、やっぱり月6時から。わぁ、美味しそうじゃな、これすごい有名で。え、ちょっと今度食べに来よう。そうだ、はい、まあ、いっか、今回はそんな、まあ、見るだけでやってるか。2階とか3階はなんか、なんなんだろうね、なんか、なんか住宅じゃないけど、あのマンションじゃないけど、アパートみたいな、ちょっとスカスカだけど、ね。そんなところやな。うん。ここの中ってこんな感じだったの知らなかった。こういう事務所とか、コーヒーとかね。キムチ食べたいな。個人的に。鬼かわいい岡山市。あ、本当だ。鬼かわいい岡山市。かなちゃん会ったことあるんかな？ある。あるの？ある。イベントで。いい、いいとこでしたね。いいとこというか、個人的に私なんかこういうなんか市場みたいなところめっちゃ好きで、ちょっとテンション上がった。テンション上がったっていうか、そう、キムチ、キムはツルハシやったよ。そう、もう出だしからキムチ。そうだって、なんかキムチの匂いするなと思ったよな。そしたらキムチやった。でも、美味しそうな匂いがしたから美味しいと思う、あれ。なんか、辛い、なんかなんていうかな、韓国のキムチとかっていう。で、ここ謎のテーブルがね、なんかご飯作れるみたいな。そう、料理できる。IH あるし、でもすごいね。どういう時に使うのね、すごい謎だね。謎すぎる。こんなんすげえ綺麗でしょ。ご飯とか食べてもらってそういうとこですよね。休憩するとこ、うん、僕は分からんけど、この中にこんなところがあるんだみたいな。はい、はい、オカビル。そう、ね、オカビル。オカビルって有名よね。結構なんか夜、あのお酒好きな人とかなんかそういう街ブラスする人は結構多いよね。なんか初めて来た私、中に入ったのが、ファミリー散策でした。そう、ぜひ。ぜひ、なんか結構普通に物も買えるし、遊びに来てください。はい。はい。です。です。はい、裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン。悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。